年注目の女子サッカー選手、白河市出身の遠藤純選手です。3年前12歳で親元を離れ、サッカーのエリート養成校 JFA アカデミー福島に入った遠藤選手は、今年開かれる17歳以下のワールドカップで活躍が期待される選手に成長しました。静岡県裾野市、富士山の麓にあるこの場所に福島の名が刻まれた看板が掲げられています。白河出身の遠藤純選手はこの JFA アカデミー福島でサッカーのエリート教育を受けています。 JFA アカデミー福島は2006年、日本サッカー協会が世界で活躍する選手を育てようと開いた中高一貫型の専門校です。全国から選ばれた子どもたちが寮で共同生活をしながら、楢葉町の J ビレッジでトレーニングを積んでいました。しかし震災の後、 J ビレッジは原発事故の対応の拠点となり、アカデミーは静岡県に移転しました。なんか自分が受かると思ってなかったから嬉しかったです。遠藤選手は小学6年生の時アカデミーに合格。親元を離れ静岡で生活することになりました。どんどん上手くなって、でなでしこに入って、入るだけじゃなくてしっかりレギュラーになって活躍する選手になりたい。その言葉通り、遠藤選手は去年16歳以下の日本代表に選ばれ、ワールドカップアジア予選を兼ねた大会に出場。準決勝では2得点を挙げて、ワールドカップ出場に大きく貢献しました。決めなきゃっていうプレッシャーが強かったんですけど、監督とか上の先輩とかにリラックスしてやっていいよって言われて、決めた時は嬉しかったです。この日は神奈川県の高校生との練習試合。中学生の遠藤選手にも出番が来ました。フォワードでの起用が多い遠藤選手の武器は突破力。スピードあるドリブルと冷静なパス回しで得点のチャンスを生み出します。スピードがあって突破力を持っていた選手でしたので、その中1の頃から光ってたんですが、相手を見ながらこうタイミングを見て、今突破するのか、またパスをして次のアクションをするのかというところの判断もすごく良くなっていると思います。一方で課題もあります。今年16歳になる遠藤選手が17歳以下のワールドカップ代表に選ばれるには、1学年上のメンバーの中でアピールしていかなければいけません。やっぱり上の学年の選手と一緒にやるということなので、そこで遠慮してては自分の持ち味を 100% 出せるように、もう少し積極的に関わってほしいなと。遠慮せずに自分の力出せるようにして、たくさん練習からアピールして、もっと上に行けるように頑張りたいです。先月のクリスマスイブ、12歳で巣立った遠藤選手の帰りを両親が待っていました。もうあと何日何日って数えながら待っていました。今でも寂しいです、でも口に出すと、悪いので、こらえてますけど、静岡から帰省できるのは年に 2,3 回。両親にとっても大切な時間です。点数悪いとな、練習制限されちゃうんだよね。制限されたことあるの？本当？
さとでの冬休みはお父さんが監督を務めるサッカーチームの練習から始まりました。チームは遠藤選手が2歳の時にサッカーと出会った原点の場所です。ちょっと気持ちがリラックスできて、小さい子と一緒にボールを蹴ることが久しぶりなのですごい楽しいです。僕も他の国に試合行けるようなプレイヤーになりたい、なるように頑張ります。毎日の練習を本気で取り組めば夢に近づけると思うんで、一日一日の練習を無駄にしないで頑張ってください。はい、はい。2016年、子どもの頃から思い描いていた夢を叶える時がやってきました。物心がついた時には、なでしこジャパンの試合に来ている時に自分もこういう舞台で戦いたいなって思ってました。ワールドカップに選ばれて優勝して帰ってきたいです。遠藤選手は今アカデミーで中学生のキャプテンも務めているそうなんですね。どんどん成長して活躍している姿、嬉しいですね。本当嬉しく思いますね。その JFA アカデミーは今福島離れてますけど、福島出身の選手の活躍というのは本当に嬉しいと感じますね。その17歳以下の女子のワールドカップなんですけれども、今年の秋にヨルダンで開かれる予定です。代表に選ばれるように頑張ってほしいですね。応援しています。特集でした。この